皆さん、毎度毎度。はい、ドライカットね。宿毛矯正をかけたストレートの髪の毛、背中だと思ってね、これね。よくコームでね、押さえてこうやって切るじゃない、まっすぐに切るときなんか。そうするとどうしてもね、クロスのシワとかタオルのシワとかに入り込んだ毛が切り取れない、こうやって切るとね。なんか表面は切れんだけど、ハサミの厚さの分だけ下の方に切り残しが出ちゃうっていうの。あとこういう時ね、バリカンでこう EC カットやってみるとね、意外とね、バリカンも 0.8 ミリの厚さがあるから最後まで切れなかったりするんだよね。あとやっぱり指で掴むとね、関節の分だけカットの線が狂うんだよね。指の関節、まあ、ない人だったら狂うこともないけど、指の関節の分ね、ゴツゴツするからね、なんか狂うんだよね。でそこでね、こうやって考えてね、ゴムをね、下から入れて切ったらどうかと。こうやって切ってる人もいるみたいね、実際ね。まあ、上から押さえた方がいいかね、下から押さえた方がいいかね。これはね、その時の状況で判断してね、下から入れてすくい切るのが表面にテンションかかんないかなと思ったけど、上からコームを押さえる場合でも、そのコームを入れる場所だよね。上の方からコーム入れて、コーミングずーっとしてきて、下でピタッて止めると、それはちょっと多少はテンションかかるけどね。で、一回溶かしたものを、上からスッと、ね、差し込むように押さえれば、まあテンションはかかんないよね。こうやって切った方がいいっていう人が何人いるかね、ほとんどいないような気がしてきたけど、まあ覚えておくと、まあ便利な技だよね。むしろ、後ろよりノーテンションで切りにくい部分、これちょっと明日やってみましょう。はい、お疲れ様でした。